アニメ地球の運動についての追加キャストが発表された。7話から登場した宇宙論の大家で完璧な天動説の証明に人生を捧げているピアスト博の若き日の姿も解禁されるが、青年ピアストを浪川大輔が演じる。地球の運動については2020年より週刊ビッグコミックスピリッツ小学館にて連載された魚豊による人気漫画を原作としたアニメ作品。15世紀のヨーロッパ、天動説こそがこの世の真理だとされ、その理を覆すようなことを研究することや信じることさえ重罪とされた時代を舞台に、地動説の可能性を信じ証明することに自らの信念と命を懸けた者たちの物語が描かれている。第8話イカロスに乗らねば、あらすじ。